ゆめちょ YouTube チャンネル。本日ご紹介するお花は、島根県オリジナルアジサイシリーズの万華鏡です。八重咲きの花びらが中心から外にかけてグラデーションになっており、それらの花がいくつも集まって、まさに万華鏡を覗いているかのようです。グリーンプラザ山町でも毎年大変人気のあるアジサイです。置き場所は直射日光の当たらない場所、窓辺から離れた明るい室内の涼しい場所に置きましょう。屋外の場合は直射日光の当たらない日陰の風通しの良い場所に置いてください。肥料はゆっくり効くタイプの固形肥料を1ヶ月に1回、または10日に1回液体肥料を与えてください。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。